ありがとう。ずっと辛い目にあって、お前のこと全然助けられてねえじゃん。もったいねえよ、そんなことも。もったいねえよ。強くて、優しい光。やっぱ勇者だよ、お前は。気を止めてくれている間に、一気に押し返す。名優じゃねえよ。お前やっぱ勇者だよ。準備はいいだろ。行くぞ、マジン。距離のままに罠をよ。最高かよ。行くぞ、俺たちの力見せてやるぜ。この時のために俺たちは強くなったんだよ。ここ瞑想、うん、よっしゃー、倒した。しゃー、これが協調の力だ。だがいるんだよ、これが真の協調だ。滅びよ、悪しき闇の根源、絶対滅心ジャゴネバ。俺たちの力、いらない。うわぁ、てかちょっと待って、この後さ、ユシカとの俺仲良くなるとすんじゃん。まあ今はまだそんな思ってないけどね、こいつと仲良くなるなんて絶対思ってないけど、こいつと仲良くなったとすんじゃん、こいつ死ぬなよ。今からその心配してる、もうやだ、もう仲良くなったやつが死ぬのなんてもう俺嫌なんだ。永遠としたの人生はさ、天才教で生きてる人生っておまけみたいなもんだろうって。でもさ、それがさ、おまけでもさ、でもさ、あそこで俺たちが出会って一緒にアストルティアを守ったってのさ、あれおまけでもなんでもねえよ。おまけなんかじゃねえよ。だったよな、クオード。ずっと孤独戦ってたんだもんな。ありがとう、姉さん。知られるのか怖かった。姉さんにグリアンが死ぬ。やべえ、ちょっと。ん？なんで光ってんの？あ、壊れちゃったんだ。これ何？あ、え？これ、どの視点のベティの王家なの？最後に見せてくれたのかな？それとも戻ってきたってわけじゃないのかな？ちょっと待って、あー、この人めちゃくちゃ綺麗だ。いやー、あ、死んだ。本当だからね。あなたにとって私との関係は勇者と盟友だけなのかな。うわ、うわー。